広島、近鉄で中継ぎ投手として活躍した清川栄治。清川栄治。3が5日に悪性腫瘍のため都内の病院で死去したと13日、西部球団が発表した。62歳、京都府出身。個人の医師により葬儀は近親者のみで行った。今期は西部で投手育成アドバイザーを務めたが昨年から闘病中だったという。 清川さんはワンポイントで左打者を封じる変則左腕の草分け的存在。現役時代は様々な記録を残し、そして記憶に残る左腕だった。プロ5年目の88年、デビューから114試合連続無敗のプロ野球記録、当時、を達成。プロ15年間の登板はすべてリリーフで、 438試合連続9円登板も当時のプロ野球記録だった。また、87年には29打者連続アウトを達成した。完全試合は27人連続アウト。それより2人多くアウトを取った異業だった。左の変則左腕。ただ、清川さんは南東派ではなく、直球にもこだわりを持ち続けた。 ピンチの場面でワンポイントで登場し、左打者を切る。三振で切り抜けないといけないケースも多々あった。通算では364回を投げて375奪三振。イニング数以上の三振を奪ったのも勲章の一つである。名前の、英二は、京都省の大先輩である沢村英二にちなんで父が名付けてくれたという。 当時は中継投手が今ほど評価はされず、タイトルなども無縁。それでもファンの脳裏にはいつまでも、清川栄治の名前が残り続けるに違いない。